はい、全国の皆さん、こんにちは。ユーテラ総合監督兼国語科の平です。よろしくお願いします。本日はですね、ユーテラを普段愛してくださり、ご視聴くださっている視聴者の皆さんに対して、ユーテラで寄付とメンバーシップが始まりましたという、ご報告動画になります。今までユーテラ授業チャンネルというのは、広告収入と、そしてクラウドファンディング、大きくこの2つの基軸に支えられてきました。で、これで、まあ、それなりに、収益も、おかげさまで上がってきましてですね、うちの看板であるゆきお先生に、ちょっとずつ、こう、収入を、上げることができたりとか、あるいは、ゆきお先生の世界史ツアーのね、広報に役立っていったりとか、そういったことだったり、僕たち自身も、こう、やりたいことがそれなりにできるようになってきました。非常にね、こう、充実したチャンネル運営ができておりまして、見てくださる皆さん、クラウドファンディングいただけてる皆さん、非常に感謝しております。で、この度ですね、まあ、新しく、こう、寄付と、それから、メンバーシップというものが始まるんですけれども、今なおユーテラ授業チャンネルは成長し続けておりまして、今もまあ大体ですけど1日100人ぐらいのペースでチャンネル登録者数が増えているみたいな状況でしてね、まあこのままいけば10万人を突破していく日もそれなりに近いんじゃないのかなということで、まあ、本当にゼロのゼロから森田先生とね始めたこのユーテラ授業チャンネル、ゆきお先生なんかも本当にこうね弾け出したというかね、総集編なんかを作り始めてからね、非常にこう僕としてもね、まあ今まで頑張ってきてよかったなというような状況に、なっております。そんな中ですね、今回寄付とそしてメンバーシップっていうものを新しく始めていくんですけれども、まず寄付の方から先に説明したいと思います。寄付に関してなんですけれども、これは結構クラウドファンディングとの関連性が大きくてですね、クラウドファンディングっていうものを我々始めていったんですけれども、このクラウドファンディングなかなかにですね、ユーテラ授業チャンネルのメイン視聴者層というものがもう半数以上が50代以上ということもありましてですね、よくクラウドファンディングみたいなことはわからんみたいなねところで、そういうお声もありまして、なのでまあちょっとこう協力してあげたいけどなんか寄付はないのかみたいな、こうそういったお声掛けというものが幾分かございましたので、そういったこうお声に対してちょっとこうもうちょっとじゃあ甘えさせていただこうかなというところで、今回寄付の講座を発表になりました。この寄付の講座は僕が普段このね早稲田合格塾でやっている講座と全く同じ講座でして、ここを使ってやっていこうかなと思っております。ユーテラ授業チャンネルの寄付に入ったお金はきちっとメンバーにも僕は全部こういついつ誰々さんからいくらいくら入りましたっていうものを共有しまして、でも全員が認識できるようにしておりますので、寄付の回数だったりとか額とかが多かったりするともしかすると名前なんか覚えられちゃったりするかもしれないですよね。まあそんなこともあったりするかもしれません。でももちろん無理のない範囲で本当にご協力いただけるもう額で全然大丈夫ですので、あんまりなんか100円200円単位でいただけるとちょっとなかなか難しいんですけど、寄付を発表してから3,000〜4,000円、5,000円ぐらいから1万円前後ぐらいのところ、ここの間でなんか結構、いただけてる方が多いのかなと思いますね。本当にね、皆さん、いただける範囲で、無理のない範囲で、ご協力いただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。次にですね、メンバーシップなんですけれども、こちらは190円からスタートができます。で、メンバーシップの中でどんなことをやっていこうかなというのを、まあ、いろいろ考えてはいるんですけれども、例えばまあ、今考えているのは、ユーテラ授業チャンネルのまあ、制作の裏側だったりとか、なんかちょっとした、まあ、そんな凝ったものはできないですけど、まあ、ちょっとした、こう、カンブリア宮殿じゃないんですけれども、ユキオ先生とか、あるいはこう、僕らだったりとかが、どんな風にこう、授業レジュメや板書とかを作ったり考えたりしているのかとか、あるいは授業の内容の企画会議だったりとか、どういう風にしてもっといいものを作っていくとか、でこういうものはこういう人に響くんじゃないかとか、そういったこう会議の風景だったり、結構ねあれやっぱりこう僕らこうやって普通に喋ってるように見えるかもしれませんけど、本当にそれなりに念入りにこうどういう内容をどういう層に向けてこういう風に作ったらこういう力が上がるんじゃないかとか、こういうところが面白く思っていただけるんじゃないかとか、非常にこう計算立てて作っておりますので、皆さんの日常のそれこそ社会人の方ですと、こう仕事なんかにもしかするとこうヒントになるものがあるかもしれないなというようなことであったりとか、メンバーシップで見に来てくださっている方っていうのはそれなりにユーテラだったり我々のキャラクターを愛してくださっている部分もあると思いますので、そういった方に対してのみ語れる本音みたいなものもあったりしますので、まあそういったところも見せていったりしながら、まあ結構いろんな気づきがあったりするようなメンバーシップにできるんじゃないのかなということも考えましたので、まあそういった諸々のね、いろんな狙いをね、企画内容なんかも、まあそれこそこんなことやってほしい、あんなことやってほしいみたいなものにも耳を傾けながら皆さんと作っていこうかなとも考えておりますので、まあ普段ね、なかなかこう授業以外のコンテンツっていうものを発信することができないユーテラ授業チャンネルのちょっとこう濃いねコンテンツみたいなものでねイメージいただけるといいんじゃないのかなと思っております。
そんなこんなでユーテラのね寄付とそれからメンバーシップを始めてまいりますので、ぜひ、今後とも引き続きユーテラを愛してくださる皆さん、ぜひご協力いただけたらと思っております。よろしくお願いします。以上です。お疲れ様でした。